今回の何ですか？無料中国語講座は何ですか？値段の聞き方いきましょう。はいはい、トミが知ってる値段の聞き方はどうしよう。終わり。钱多少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 钱、うん、これはねまず钱はお金でしょ。お金、钱はお金のこと。钱ね、だから例えば有没有钱、どういう意味？金あるか、あ、金持ってるっていうことだね、うん、それも有没有で聞いてるでしょ。でこの多少钱多少钱も、うん、多い多と少ない少ね、それを重ねて多いのか少ないのかということでどのぐらいっていう意味になるから、うん、多少钱って聞くといくらっていう意味なんだよ。多少钱ね、多少钱、だから钱をつけなかったら何々が いくつあるのいくつあるのって聞くと何々多少って聞ける。いくつってこと？うん、そう、数が何個あるか、うん、例えばそうね、そう、多少、うん、にだいぶ多少とか聞かれたら、そうね、これ勘違いするね。サイズがどうしたらどれぐらいかっていう意味にも取れるし、うん、値段がいくらなのかっていう意味も取れるね。後ろつけないと。二台二台どうじゃって言われたら。じゃあ何枚とか、ね。違う。サイズを聞いてるね、その場合は。うん。そう。うん。にやをどうじゃって聞かれたら、いくついるっていう、そうそうっていう感じがするけど。うん、スーパーとか行って、うん、どうじゃのじゃんって言えばいくらですかって意味なんだけど、でも実はこれさ、どちらかというと、本当にいくら、うん、っていう意味なの。わ、うん、かる？その、うん、なんつうかな、何百円ぐらいですかね、じゃなくて、本当に何百何十円ぐらい。うん、そういう意味じゃない。そうじゃなくて、なんか買うとか買わないとか関係なく、うん、このものっていくらですかっていう値段調査じゃないけど、そういう感じの同社の知恵なの。本当に単純にこのものがいくらなのかっていうのを知りたいっていう意味の同社の知恵。っていう感じがする。どうしたら遅延を使った例、読めるかな。 TXXU でシューシュー T シュー何のことか分かる。 T シャツ T シャツ、これもう完全に音訳で来てるから、この感じがすげえ怖い感じだけど、うん、なんか血がついてる。血がついてる。でも全然関係ない。これただただの音。 T シュー、あー、そう、関係ない、全く関係ない。 T シューはい、どうしたら遅延、どうしたら遅延、一円は洋服、服は次円で数えるから、ね、日本語で言う1着、2着の着が中国語で次円。だから T シュー1円。じゃあもし、あれだったら 2枚だったら T シャツが。2円。T シュー2円。T シュー2円。そう。でも、その前に前に来るけどね。2円、T シュー。2円、T シュー。うん、変わった？前に来る。来るね。だって eBay カフェ言わない？うん、確かに。カフェ eBay で言わないじゃん。言わない。そういうことで。生鱼片。生鱼片。一份。一份。多少钱？多少钱？生鱼片。生鱼片。一份。一份。多少钱？多少钱？生鱼片っていうのは、生鱼っていうのが生の魚ね。うん。で、片っていうのが薄切りにしたお肉みたいなのを片っていうんだよ。お肉だけじゃないけど、まあ、薄いやつ、例えば餃子の焼き餃子 の丸いやつあるじゃん、皮みたいな包むやつ、包む時の皮があるじゃん、その中入れてこう包むでしょ、餃子あれの皮があるじゃん、うん、ああいう形、ああいう薄くてああいうぐらいの大きさのものをピャー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 、そうそう、ピャーっていうの、うん、だからお肉だって薄切りのやつあるじゃん、塊のやつあるじゃん、ああ薄切りのやつがピャーピャー、塊にやってるのはコアクワ、クワっていうその状態、形状によって呼び方が違うの。で、お刺身って薄く切ってあるじゃん、一枚一枚スライスしてあるでしょ、だから生の魚のスライスだから鮮魚片、鮮魚片、だから鮮魚片っていうのはお刺身のことで、うん、ちょっと難しい単語だけど日本人だと必ず刺身とかお寿司の話出てくるから、鮮魚片を覚えておいた方がいい。 E-FAR のこの FAR ね、うん、あの1分2分の分の字に人弁ついてるやつ、人弁に糞がついてるやつね。人弁糞。うん、これは一人前、二人前とかのを数える。何人前の時に使うファー。ファー。うん、いいファーってことは一人前。じゃあ二人前だったら、両ファー。よし、正解。
今なんかあるで、ま、迷ってる。でそれが多少程度ね、新鮮片一份多少程度だ、刺身一人前いくらって聞いてるわけじゃん。じゃあそう、海が知ってるもん何かな。ケーキ知ってる？蛋糕。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 じゃあケーキ3人前はいくらですか？蛋糕。蛋糕。うん。蛋糕。ファール覚えられないね、もう一回。蛋糕三ファール。うん。どうしようって。そう、それでケーキ3人前はいくらですかっていう言い方だね。ちなみに普通に標準語で言うと多少钱でしょ。多少钱。多少钱ね。で、この読み方ね、このピンインの読み方、D はドゥドゥトゥヌルのドゥだから、ドゥにその後 UO でウォが一緒になるとドゥワで、一声だからドゥワ、そう変わらないよ、ドゥワ、そうで、シャオは形声で読んでるから、いる優しい読み方がドゥシャオ、ドゥシャオで、チェン、チェン、チェじゃない、チイエンチェン、そう、この Q が最初にあるこの Q がチーの音ね、うん、でその後 IAN がイエンっていうことだから合わせてチェンで、2声だから上がるよ、チェンチェンチェン、そう、分かった。で、ちなみに多少钱が標準語ね、標準の言い方、これが南の方に行くと、うん、南の方の人はこのH の音が発音できないんだよ。だから、どうさおちえになる。どうさおちえ。そう。しーって音が出せないから、どうしゃおのしゃが、どうさおになるんだよ。だから、わしーっていう時に、わすーって言うでしょ。南の人。わすー、わすー。あ、ちなみに、東北の人もなぜか、SH だけはできないね。わすーって言う。だから、南の人、ちょっとなまってる人になると、H が発音できなくなるから、どうさおちえになる。どうさおちえ。日本人にとっては言いやすい。言いにくい、君はね。で、北京だと、うん、北京はよく R か R が多いって RRRR 言ってるって言われるんだけど、うん、R の多さだったら北の方行くとみんな多いんだよ。北京より多いとこいっぱいある。だけど北京の R の入れ方は間間に入れるの、うん、ちっちゃく。だから聞き方によってはドラオジャンドラオジャンって言ってるの聞こえる。ドラオジャンドラオジャン、そうドラオジャンって北京人の言い方聞いたらすぐ分かる。もう独特な発音するから、どうしたら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 で、細かいところにちっちゃい R が入ってるんだよ。どうしたらどうしたらだから、あの、そう、あの、こもってるのに聞こえる。ラララララララって言ってるのに聞こえるから、確かにその、こもってるようには聞こえる。という、話。はい、次。ここ、さっき言ったように、さっき言ったように、どうしたら遅延って言うと、本当に値段を聞いてる感じがするの。買う、買わないは、じゃ関係なく、価格調査みたいな、あ、マヨネーズが150円、みたいなね、そういう価格を調査しに来てる感じなのが同社を支援なので、本当に買い物をするときにこれいくらなんって聞きたいとき、すいませんこれいくらですかって聞くときは同社を支援だと、すごいこうなんか買う買わない関係なくただ値段を聞いてる感じ、うん、だから本当はこのザマ前を使うの。ザマ前のがよく使う。え、でもどうやって買うになっちゃうの？売るんだよ。この買うは前、前は売る、はい、漢字も違うからね、微妙に上がついてるんだよ。あ、ほんとだ、なんか前、前は売る、前は買う、前、まあ、ややこしい。だから売買する、商売するときは前、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 そう、買うと売る、買うと売る、うん、で、今はね、うん、スーパーとかコンビニとか中国でも増えたから、うん、本当に単純にどうなるじゃん、いくらなんこれ、これいくらで売ってますっていうのが成立するんだけど、昔はスーパーとかほとんど青空市場みたいなとこだったから、ね、まずその人はどうやって売ってんのかっていうのを聞く。あ、ね、あ、何青空市場、ああ、あの道端で売ってる人たち、道端にこう屋台みたいにこういろいろ出して、うん、そこに 見ながらを買うんだよ、うん、昔はスーパーじゃなくてそんなのばっかりだったから、そういうとこに行ったらまずいくらどういう風に売ってんのって聞くんだよ、うん、だからどれなのチェーンじゃなくてこうやってザマ前っていうので聞いて、うん、そしたら向こうが例えば3個で50円とか 500g で、20円とかそんな言い方してくるので、そこから始まるのよ。その値段で買わないからね。そこから安くならないとか
能不能便宜点とか、もし5個買ったらいくらになるとか、そういう会話をして初めて買い物が成立してたの。だからドラルジェンだと本当にその値段を聞いてるだけだから、10元で言ったらもう10元出して買い物終わりって感じじゃん。中国の場合そうじゃなかったから、もともと買い物はうちの前って聞いて、向こうがどうしたどうしたっていくらいくらって言ったら、それに対して何ぼ何ぼ何ぼって答えて、で、あ、じゃあ買うわってなる。まず交渉しないといけないから、その交渉のきっかけで多分どうやって売ってんのって聞くことがいくらですかっていう意味になるんだよ。だから今はどうかわからない、場所にもよると思うけど、ババがいた時にはドシャオチェンよりもこのザマ前の方が使ってた。最初ババがちゃんと買い物に行って、中国人が買い物したのずっと見て覚えたのはこれだった。ザマ前だった。ドシャオチェンって言ってる人いなかったもん、ほとんど。ザマ前って言うから、ほとんどいなかった。でヤーつけてね、ザマ前、アをつけてザマ前ってみんな言ってた。やっぱりね、騙されるってイメージがすごくあったから、特に外国人で中国語喋れないとめちゃめちゃ騙されてぼったくられるってイメージがあったから、もう買い物するときはパッ、顔がアメリカ人とかじゃないからね、見た感じわからないじゃん。あとは喋りさえバレなければごまかせるでしょ。ごまかせれば騙されないと思ってたから、最初は自分から発音したら絶対外人ってバレるから、中国人の人が買い物してるのを一生懸命聞いて、ずーっと聞いて、あ、なんつってんだっつって、でそれを何回も真似してた。前やザマヤ、ザマヤ、ザマヤ、言ってんな、ザマヤ。で、その後、お店に行ってみて、ザマヤって言って、向こうがどう反応するか。で、何も、こっちも見ずにファーって答えると、通じてる。ただ問題は何て言ってるかわからない。それをずっと繰り返していって覚えたんだよ。はい、じゃあそういうことね、ザマ前。ザマ前。これはどうやって売りますかってことだから、つまりいくらですかって聞いてる。ただ、元々の意味でいくと、どうやって売ってますかって聞いてるから、値段だけじゃなくて数、量、どんな風に売ってんの、3個セットなの、単品なのみたいな、全部を含めた聞き方ね。じゃあここでこの例文ね。カフェドール、カフェドール、カフェドール、カフェは何、コーヒー、そうね、カフェ、これも音から来てるね、カフェで、ドール豆ね、豆、カフェドール、カフェドザママイ、ザママイね、これはだから多分何グラムでいくらで売ってますかって聞いてる。カフェドール、カフェドザママイ、ザママイ、カフェドール、カフェドザママイ、ザママイね。そう、じゃあ例えば、ね、で聞いてみて、コーヒー豆屋さんやるから、カフェドザママイ、バンジンうまいわじゃん。そうなんでしょ、なかなか難しいんだよ、最初これ聞いても、この聞き方すると、まず分からなかったのは、バンジンが分からないでしょ、中国ではイージンが 500g なの、で、バンジンってことは半分だから 250g で、いくらって言ったの、バンジン、ウシって言ったっけ、ウバイって言った、ウバイって言った、じゃあ 250g が500だよって言った、例えば、3がリュウカイじゃない、3がリュウカイじゃん、はい、なんて言うの、3個ってことは3個でってことで、3が6個じゃん、6元、そう、3個で6元ってこと、これ1個2元にはならないんだよ、こういう時って。3個セットでしか売らないってこと、でそういうふうにザマ前に聞くと、売りかどうやって買うかを、どうやって売ってるかを教えてくれるから、そのなかなか聞き取りが難しくなる、慣れてこないと。1元は何円、前も言ったように変動するから、じゃあ調べてよ、どうだ、今日が1元いくらかってことね、今日、毎日変わるんだから、変動性だから、言ったじゃん、毎日変動性なの、当たり前だよ、めんどくさい、気まぐれで変わられたら困るじゃん、めんどくさい。今日は15.7、15円ってこと、15.7円だから、ほぼ16円だよ、そういうこと。あ、終わっちゃうか、終わっちゃう、覚えた、今日、今日はドラハウシェンと、ザマ前、ザマ前を覚えました。うん、これで今日の海ラジオ終わります。また見てね。バイバイ。